福井新聞は福井県で発行している県域新聞。株式会社福井新聞社が発行する長官専売紙である。発行部数は175,256部で、福井県内での普及率は約63%。第一の真の文字は木の部分に横棒が一本多く、羊のようになった字体を使用している。2021年4月より地域面の大事を 各地域在住の小中学生が記号している。そのため、福井市は、福井市、霊北は、霊北などと学年によって表記揺れが出ている。一面コラムは、腰山弱水、社説は、論説となっている。2020年10月1日付より、霊北、霊南で分けていたテレビ面を統一した。なお、2021年4月13日発行部により、 これまで別釣りとなっていた第2テレビ欄が廃止され最終面と中面での掲載となっている。最終面中面日曜日には NHKFMFM 福井の週刊番組表も掲載される。2011年10月4日に有料サービス福井新聞電子版の運用を開始し、2013年に福井新聞リーカンとしてリニューアル。開始当初は4つのサービスだったが、 2018年6月にスマートフォンなどで紙面閲覧ができる福井新聞 D 館と速報記事などが閲覧できる福井新聞ファーストにサービスを再編した。福井新聞 D 館ではパソコン、スマートフォン、iPad などのタブレットで福井新聞の紙面閲覧が可能。D 館向けのオリジナル記事や写真も配信される。詳細は福井新聞 D 館総合案内を参照。 北陸地方の地方紙においては、富山県の北日本新聞では、ウェバーンという電子版の運用を行っているが、当初はスマートフォンなどへの紙面配信は行っていなかった。一方、北国新聞、富山新聞は、スマートフォン向けの有料サイトを開設していたが、前述のサイトを廃止し電子版運用を2021年2月1日から開始した。ジュリカは、 福井新聞社と福井銀行が共同運営する電子マネーカード。2016年4月1日にサービスを開始した。福井銀行が発行するクレジットカード、明ビーカードに紐付けするサービスで、前払い式の7個と5払い式のクイスプの2種類の電子マネーが搭載される。なお、ジュリカ単体での発行は行っておらず、明ビーカードの新規申し込み、または、 同カードの所有が条件となっている。サービスなどの詳細は、ジュリカホームページを参照。また、2019年には、福井鉄道、東芝インフラシステムズと共同で、福井鉄道、福武線の福井城市大名町駅と、生命駅において、ジュリカを利用した IC カード決済の実証実験を、行った。福井 FM 放送の平日朝のローカルワイド番組。 ライフイズで放送されていたコーナー。いずれも福井新聞による企画コーナーで、前者は福井県内と日本全国の今日の予定を紹介。後者は福井新聞のウェブサイト、福井新聞オンラインのアクセスランキングと記者によるニュース解説となっていたが、後者は2019年3月で終了。前者は同年6月でライフイズが終了した以降も継続している。 ありがとうございます。